おはようございます。のりまるです。今日は2018年11月の30日、金曜日ですね。週末です。今朝の7時41分ですね。今朝も朝のチャート観察行ってみようと思います。よろしくお願いします。これ今ドル円の4時間足を表示させてますね。この青い、ちょっと見にくいですけどね、こんな感じの青いイメージを持っていったのが今週の頭ですよね。先週の終わりかな。この大きい流れに対しての、これ日足の押し目ですよね。日足の押し目候補、112.76、もうこの強い抵抗体からね、これは日足ですね。強い抵抗体から反発が見込めそうなところと、高値が切り下がってるっていうところだったりとか、日足、週足レベルのね、抵抗体が上にかなりね、強い抵抗体があるっていうところと、下からのこの切り上げ、それ持ち合いつつあるようなね、これからその月末、週末、年末に向けての値動きとして、こんなね、長期の流れで持ち合いを想定していたっていう中で、4時間足レベルで、一旦この先々週、1月、11月の頭ぐらいから作ってきたこの下落が、この日足の押し目で、一旦この押し目が入っていって、4時間の切り上げですよね。そんな流れができそうだっていうところを見ていたっていうところです。で、ちょうどこの青矢印を週明けあたりに、イメージ、未来チャートですよね、こんな感じでイメージしていたところですけども、こういった切り上げを作ってきて、ちょうど、高値114.035、昨日の朝方かなですよね。昨日にぐーんと上昇してからストーンと落ちてきて、これはね、ここの戻り高値、こういったところはやっぱり意識されやすいですよね。114円を少し超えたあたりのとこから今、強く売られてきたんですけども、この上昇に対しての、おそらくこれ61.8%ですよね。この押し安値ですね。こういったラインが意識されて、そこで現状止まってるっていう状況になってます。これが4時間の流れなので、ここからじわ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 ね、押し目合いが入っていきそうだ。ちょうどまだね、昨日イメージしていたこんな緑のイメージですけども、ここから、これが4時間日足の押し目買いなんで、今日の日中もね、買っていけるチャンスがあれば安い位置から買っていきたいなっていうところがあるわけですけども、4時間でこれだけストーンと強く売られてきて、それ以下の時間足で見てみると、もうすでにね、この高値を作った押し安値、113って、5円付近ですよね。こういったところを下抜けてきているので、トレンド転換を疑っていけそうな場面ですよね。現状はまだまだ4時間足レベルの、4時間日足レベルね、海外優勢、ぐーっと押し込んでからの、もう締め買いが入りそうな場面なので、ここからの締め買い、狙っていけそうですけれども、今日の日中、明日、クローズにかけて、もう月末なんでね、大きい動き出しをするというよりも、このままじわ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 戻って、来月、月の頭を迎えていくのかなと、こういった高値圏でね、月の頭を迎えていくのかなっていうのが、イメージとしては一番強そうですよね。で、どうしてもね、月末だったり、年末だったりっていうところの動きになってくると、大口の投資家さんがもう年内、稼働停止になったりとか、休業に入るとかね、長期休暇に入るとかっていう傾向が強くなってくると思うので、普通の、平日、一般的な日よりも、流動性が低くなってくる、徐々にね、場面になってくるんですよね。なので、大きい変動をする、長期の流れで見たときには、大きい変動するというよりも、やっぱりこの辺りで横の動きをしやすいっていうところ。ただ、どっかのタイミングで、この大きい流れの持ち合いは、どちらかに放たれていく可能性はあるので、その兆候は見つつ、でもね、月末、年末に向けては、この高値から安値までの間で、持ち合って終わるようなイメージをね、持ちやすい場面かなというふうに思います。で、現状、チャンスとしては、高値、この切り下がっている状況はあるので、やっぱり高い位置まで来ると売りたい。これが4時間のトレンド転換を疑った売りですよね。こんなところで、昨日同様のイメージですけども、こんな高値からね、売るようなイメージを持って、今日も
を、まあ、週末見ていけるんじゃないのかなというふうに思います。で、そんな中で、現状こうドーンと売られてきたところですけれども、まあ、30分とかね、まあ、15分足で、流れを見てみると、ここでね、しっかりと底を作ってきて、これが蝶の切り上げに当たった位置で、で、そこで今、これが朝7時かな、一回ストーンと売られたんだけども、下ヒゲつけてこうグッと押し返されているような流れがありますよね。まあ、こういったところが、まあ、そこで、まあ、ネックラインとして、これがまあ15分足レベルですけども、113.40付近、まあ、短期足レベルで見ると、こういったところがね、まあ、そこになる可能性はあるので、まあ、判定を見越して、買っていける場面はあるのかなというところですね。まあ、そういうところには、このまあ切り下げをブレイクするとか、まあ、再度こう安値をタッチしに行くような動きだったりとか、まあ、そんな流れからの、まあ、上昇がまあ疑える場面、まあ、狙っていけたらいいのかなというふうには思います。こんな感じでね。点かけすぎた。よし。まあ、そのとこですね。で、まあ、繰り返しですけども、このまあ押し目買いがね、4時間冷やしの押し目買いなので、それがぐーっとね、直近高値ないし、まあ、こういった戻り高値を目指していくような流れにはなる可能性は高いかなと。で、ここにある1.13、113.66っていう、まあ、このラインっていうのが、まあ、長期足レベルのね、まあ、抵抗体なんですよね。なので、目標にしても、まあ、この辺りにするのがまあ安全ではあるかなと。まあ、そこまで値幅2、30、20ピップス程度。そこまでうまみがあるトレードではないですよね。ただ、もちろんね、そこまでの、まあ、上昇は見込めそうだと。もちろんそこからこういった高値まで行く可能性もあると。ただ、これだけ強く売られてくるとすると、まあ、上がってくると売られやすいので、高値を切り下げてくるとかね、そういった値動きには注目して、まあ、いい逆張りチャンスが来そうなので、まあ、その部分には注目して、今日の日中見ていくといいかなというふうには思います。で、ちょっとまあ今ついでなんで、すべて削除。これね、どうしてもね、いろいろラインを書いていくとごちゃごちゃしてきてしまうものですよね。そういった時には、もう一回こうすべてラインを消して、じゃあ今このチャートをパッと見たときに、まあ、どこが意識されるかなっていうのはね、まあ、改めて書いていくっていうのは、まあ、すごくいい作業ですよね。まあ、単純にこう安値を切り上げてきてるっていう状況だったりとか、まあ、高値、これもまあ切り下げてきてるっていう状況はありますよね。で、まあ、安値にまあラインを引いたり、こういったまあ高安にラインを引いたり、ここでも一応こう切り上げができてきてるのかなとかね。で、じゃあもう少し時間軸を短くしていって、ここでダブルボトムを作って反転していった位置があって、こういうね、まあ、上下に長いヒゲを出して、まあ、小回しになってるような状況だったりとか、この辺りは意識されてるんだな。あと、ここでまあトレンドができてきて、まあ、トレンド転換をしていった位置っていうのがこの辺りに、まあ、あるなとかね。こんな感じで、まあ、シンプルにラインを引いてみると、まあ、今ある状況っていうのは、よりね、クリアに見えてくる場面だと思うので、まあ、長期の流れで、まあ、意識された部分は、まあ、どのあたりなのかなと。まあ、そういった位置から、徐々にね、まあ、時間軸を短くしていって、まあ、今現状でどういう流れになってるのかなと。 これがまあ4時間の切り上げですよね、今の。色変えようか。どうしてもこう過去のライン、もちろんね、重要な位置に、まあ、自分としても引いてるわけだとは思うんですけども、まあ、時間軸を変えると、もう本当細かい位置にね、もう何本も何本もこう水平線って引けてくるもんなんですよね。それを、じゃあ今、長期足レベルで、まあ、どこが意識されてるのかなと。まあ、短期足レベルのそれっていうのは、まあ、短期足レベルで見た時の、まあ、意識された部分なので、まあ、長期のラインでは、もう少しね、重要なラインっていうのは、まあ、絞られてきますよね。なので、まあ、そういったラインを、まあ、消していく作業だったりとか、それが、まあ、
できないで見にくくなってしまったのであれば、一度ラインを全部消してね、客観的にパッと、綺麗な画面を見たときに、あ、この辺りが意識されてるなっていうのをね、今一度こう大きい画面にして見てみるっていうのはすごくいい作業にはなると思います。はい、そんなところですかね。で、もう一つ、ユーロドルですね。今これユーロドルの日足のチャートです。日足レベルでこうダブルボトムを作ってきた流れになってきましたね。で、これが日足、週足の戻り売りが入ってきたんですけども、すごく止められやすい位置に差し掛かっていて、こう4時間の切り下げができてきた、この下落のトレンドができてきたところから、こう4時間、日足レベルのこうネックラインですよね、底値圏、これが1.127だっけな、自分が注目したのは確か1.127、昨日も多分触れたと思うんですけども、移動平均線大きく剥離している状況だったりとか、こういった位置はね、4時間のトレンド転換を狙って、逆張りを仕掛けやすい場面ですよっていうのがね、お伝えした通りだと思います。これおそらく重要指標ですよね。ファンダメンタルズによってね、強い値動きになったわけですけども、そういった動きの兆候はこの辺りに、あったと。この辺りか、もしくは底値ですよね、この辺り。目標が近いんで、一つの目標としては、以前ね、こう強い下落からトレンド転換をして反転していった、こういった抵抗体ですよね。そういったところでは注目していきやすい場面かなと。もちろんこれ逆張りなんですけども、狙いやすい部分ではあるかなというふうに思います。で、現状でズドーンとかなり強く買われてきている状況ですけども、やっぱり週末だったりね、月末だったり、あとこう強い値動きをした後は、その後、横の動きをしやすいんですよね。これ詳しくは割愛しますけれども、結局損切りを巻き込んだり、利確が入ったりとか、いろんな要素が絡まって、それが一旦落ち着くと、両者の、ね、上からと下からの力が拮抗してしまいやすいっていうことですね。で、もう少し言うと、その上にはおそらくね、上位足の強い抵抗体があるっていうところですね。で、そこを超えるためには、もうしばらくの持ち合いの決着を待たないと、動いてこないっていうところを見ると、おそらく現状は110、じゃあ1.14、もしこの戻り高値、1.142、1.1415、このあたりから今の安値、直近安値1.135、このあたりですかね。そのあたり前のレンジを作ってくる。っていう可能性は高いのかなと。大きい動き出しをするっていうよりも、この範囲で動いてくる可能性は高いのかなと。4、50ピプスぐらいですね。で、上髭つけてこう押し返されているところを見ると、高い位置まで来ると、現状は売られやすい展開、こんなね、三角持ち合いになってきている状況はあるのかなというところですね。なので、徐々に値幅も少なくなってきてますし、難しくなってくる場面ではあると思うので、それを見越して、1.14、高い位置から売っていくのか、売っていったとしても、少しの値幅ですよね。あとはこの下、切り下げを抜けてくれば、そこからの戻り売り、これはもう基本通りに、そういった値動きをするまでは、我慢していくっていう展開にはなるのかなと。もちろんですけども、上、このレジスタンスされている部分が色濃いので、ここも上に抜けていってくれれば、またね、強い動き出しで、また1段階上に値が進んでいくと思うので、そこも三者三様、まだ結果は出てない状況なので、その結果を待って、押し目、戻りを狙っていくっていう展開にはなるかなというふうに思います。他の通貨ペアも同様なんですけども、やっぱりこう月末の動き、週末の動き、いろいろとね、横になりやすい展開の背景があるので、大きい値幅を狙うのは、月の頭、来月、もしくはね、年末にかけて、年明けに向けてになってくるのかなと。長期の流れでの、持ち合いを作ってきてるっていうチャートが、多々あるので、ポンド円なんかもそうですよね。大きい動き出しは、それ以降になりそうだと。その考えだけはね、しっかりと持って、ただ、動き出した後には大きい持ち合いを動き出してくるわけなので、かなり大きい動き出しになりそうだなと。それは1月先か2月先か、わからないですけども、明日かもしれませんし、その準備だけはしっかりしてね、
今大きい持ち合いの中にいて、やや小幅な動きをしていると。年末、月末の動きなので、乱高下しやすい、天井圏の動きになりやすい場面ではありますよと。ちょっと難しいですよっていうところを、念頭に置いて、一歩二歩引いてね、チャートを見ていくと、いい結果にはつながりそうかなというふうに思います。その中でもね、小さい値幅でも、抵抗体からの反発っていうのは十分あるわけなので、ちょっと逆張りに近い考え方の方が、強そうですよね。レンジの中のトレード。トレンドというよりも、レンジの中のトレードっていうことを意識すると、結果はね、いいかもしれません。自分もね、それを念頭に置いて、今日またね、ワンチャンス見つけて、トレードできたらいいかなというふうには、思ってます。はい、そのところですかね。週末、月末の動きで、なかなか難しいチャートが続きますけれども、一つね、ワンチャンス見つけて、いいトレードをしていきたいなと。そのチャンスがなければ、ノーエントリーですね。勇気を持ってノーエントリーというところで、月の頭に備えたいなといったところで、今朝のチャート観察終わると思います。はい、それではね、今日も一日張り切っていきましょう。